ドカンライブラリーは Windows 用ソフトウェアインターフェースである。Windows のカーネルに関する知識が必要なデバイスドライバを作成しなくても独自のファイルシステムを作成できる機能を提供する。これはドカンカーネルドライバがユーザースペースのファイルシステムプログラムと Windows カーネルの橋渡しをすることで実現している。つまり、 ユニックス系オペレーティングシステムのヒューズと同等の機能を持つ。また、シグウィンやミンまでビルドすることができ、ラッパーによってヒューズ、ファイルシステムとの互換性も提供している。ドカンはフリーソフトウェアであり、GNU Lesser General Public License、MIT ライセンスでライセンスされている。もともとは、浅川博之が情報処理推進機構の2006年。 未踏ソフトウェア創造事業、未踏ユースにて開発を行った。現在、ドカンは2011年1月10日のバージョン0.6、例のリリースを最後に、新しいバージョンがリリースされておらず、プロジェクトページも消滅している。一方、バグフィックスのために有志によって、ドーカンクスがフォークし、そのドーカンクスの開発も停滞したため、さらにドーキニーがフォークした。 2016年11月現在同期にが頻繁にメンテナンスされており、またアイログ社によってコードサイニングされている。ありがとうございます。